じゃ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 、嬉しい。来年も再来年もね、一緒にお祝いしたいなと思うから。この後、ホテル24時間と言ったから。じゃん。びっくりしたこと、ひと言もなんかなかったんだけど。はい、せーの、トンクス。今日もピエンスマスカー恋のホソロジーチャンネル、略してホソロジ。今回のお店は、じゃん、レジスタンスさんです。イエーイ。今回はですね、レジスタンスでもおすすめの顔がいい男の子ホストさんを集めていただいたということで、ちょっとワクワク楽しみしております。それでは行ってみましょう。はい、店の中入ってきました。今回のホストさんは、はい、おはようございます。おはようございます。かわいい、めっちゃ顔がいい。はい、レジスタンスの背中のロスです。お願いします。お願いします。はい、レジスタンスの哀れしゅうです。よろしくお願いします。お願いします。レジスタンスの鈴鹿です。お願いします。お願いします。みんなあるかい。今回は題して迷宮選手権。今回のお題はサプライズ、姫の誕生日にホストさん側がサプライズシャンパンを入れてくれることがあると思うんですけど、その時になんというかどんな迷宮のことが言ってくれるのかっていうことですね、はい、一番迷宮の方が優勝となります。経験あるんじゃない。まあ毎日金使えないと言ったけど、なんか下ろさなきゃな。今日、私誕生日なんだけどな。覚えてないか。えい、青い。おはよう、カルロス君。はい。今日呼ばれたから来たけど、お金使えないよ。いや、全然いつもじゃん、そんな。でも、今日は葵ちゃん誕生日だから。お、なになになに、ちょっと待っといて。なに、え、もしかして、そういうこと。てててーん。てんてんてん。てててん。今日はね、うん、誕生日だからシャンパン。ありがとう。これ何？かわいい。すごい、カルロス君のシャンパンです。一本だけ作っといた。一本だけ、うん、もうあ、オリジナル。オリジナル。ありがとう、嬉しい。って書いてあるけど。あとまだあるから、ちょっと待って。何？まだあるの？これだけで嬉しいのに。じゃ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 、嬉しい。じゃんじゃんじゃん。そのさ、歌はさ、何なの？歌は練習してきた。じゃあハッピーバースデートゥー、ちょっと歌って。いくよ。ハッピーバースデートゥーユー。前の次。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー青い。ハッピーバースデー青い。なんかちょっと違うけど、ありがとう。この後、ホテル24時間撮っといたから。24時間も撮ったの？長いな。その時一緒に開ける。分かった分かった、一緒に開ける。ありがとう。来年もね、また一緒に祝おう。うん。今日は乾杯。乾杯。え、待って、胸キュンのセリフそれ。待って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 。そうそうそう。胸キュンそれ。え、どこ？どこら辺？全部全部全部。全部だよ、全部。どこら辺？もう全部だよ、全部。全部？うん。でかい胸キュン？そう。お母さん、ありがとう。ありがとうございました。お金使えないと言ったけど、なんか下ろさなきゃな。今日、私誕生日なんだけどな。覚えてないか。おはよう、葵ちゃん。おはよう、鈴鹿くん。呼ばれたから来たけど、今日あんまりお金使えないよ。あ、全然大丈夫だよ。本当に？うん。だって今日誕生日でしょ。あ、そう、誕生日。覚えてくれてたの？準備してるから。え、何それ、本当に？うん。うまいね。じゃん。でかいね。でかい。かわいいじゃん。葵ちゃんに喜んでほしいなっていう思いをめちゃめちゃ詰め込んだら、こんだけでっかくなっちゃった。いや、嬉しい。なんかありがとう。けど今日は記憶なくさない程度で。記憶なくさない程度で。うん、わかった。おめでとう。ありがとう。今のがサプライズのあのキュンです。今のが説明してくれた。説明してくれた。はい、葵ちゃん の、 あの思いを詰めたら、そうそうそう、こんな大きさになっちゃったよって。そうなんですよ。あー、なるほど、ありがとうございます。お金使えないと言ったけど、なんか下ろさなきゃな。今日、私誕生日なんだけどな。覚えてないか。おはよう。おはよう。君、今日ありがとう来てくれて。でも今日呼ばれたけど、お金あんまり使えないよ。あ、もう全然大丈夫だって、今日は葵誕生日でしょ。え、覚えてくれたの？当たり前じゃん。嬉しい。そんな葵のためにね、一つ用意したから。なになになに、ちょっと待ってて。うん、待ってる。これだよ。
ベレポじゃん。葵が一番好きなお酒って言ってたから、それも一番好き覚えてたから。おお、そういうこと。さすがスープ。まあこれをね、一緒に飲んで、やっぱ今日お祝いして、来年も再来年もね、一緒にお祝いしたいなって思うから、これからも一緒にずっと一緒に。ありがとうございます。ありがとう、おめでとうね。イエイ。はいですね。はいですね。一番シンプルでした。一番シンプル。一番シンプルよ。一番シンプルでした。一番シンプルでした。もうだってシンプルに、やっぱ胸キュンさせた人が勝ちやから。おお、そう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 、シンプルでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで3人とも終わりました。どうでしたか？だったね、めっちゃ。まあ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 、もっとね、言いたかったことはあったけど、そうめちゃくちゃ飛んだ、緊張しすぎて。ああ、逆に緊張したなんて言おうと思ったの。この後も一緒にいようねとか、もう本当にホテル取ってるよとか言いたかったんやけど、飛んだね。飛んだね、飛んだね、飛んだね。慣れてないから。慣れてないから、慣れてないから。一番慣れてたね、やっぱ。もう毎日だから。でも、ピーマー生がちょっと、本当にうまかったから、ちょっと練習してきた、今日のために。可愛かったけど、ちょっと、でかいの、これ。でかい。でかい。さすがに可愛すぎた。3人ともいいの、これで。めっちゃ一言もなんかなかったんだけど。じゃあ、視聴者に一言、その、カメラ目線で一言ずつ、それ決めるわ。葵ちゃんが俺を示してくれたら、毎日ご飯食べに行くけど、思いにしていいよ。じゃあ俺を指名してくれたら、毎日一緒にベロベロになって、ベロベロで暴飲暴食一緒にしよう。おお、これしか楽しみない。俺を指名したら、葵ちゃんはもう一回やろう。世代バンドとか使うわ。え、待ってね、考え時間欲しい。オッケーオッケー。もし俺を葵ちゃんが指名してくれたら、毎日美味しいご飯絶対行くし、朝昼晩行くし、もうなんなら俺が葵ちゃん体重に合わせて、体重で匂わせします。おー、はい、体重で匂わせします。体重で匂わせ、新しい、どういうこと。じゃあ今回の優勝シャンパンは、はい、こちら、じゃん。あ、俺か。いや、おー、良かったよ。良かったけど、良い周到だったよ。まあ、それでキュンってくる。キュン。キュン。何がキュンだよ。ちょっと考えるけど、担当だったらちょっと嬉しいなって思って。はい。まあ、そうだ。はい、ということで、今回ありがとうございました。カロシ君はキスホスも出てるんですよね、はい、レディスタンスの YouTube チャンネル、キスホスもぜひご覧ください。はい、ということで、こんなね、顔がいい3人がいらっしゃるレディスタンス、ぜひ遊びに来てください。それじゃあ、みんな見てね、バイバーイ。あっちだよ、あっちのカメラ、あっちさ、使えた。待って待って待って、言おうとしてたのはあるよ。言われて嬉しいことだよね。言われて嬉しいことだよね。あ、OK です。はい。あ、ちょっと待って。シンキングタイム。え、待って、胸キュンのセリフそれ。胸キュン曲が胸キュンやる。てか胸キュン。そう。この後ありがとう。ありがとうございました。皆さん、ホスロジーチャンネル登録してね。よろしくお願いします。